はい、ツイキャスをご覧の皆さん、こんにちは。まもなく、サザンブリーズ始まります。今日は木曜日担当の私キャンがお届けしてまいります。音楽特集ということで、今日はお届けしますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、FM か。はい、FM ギガワンをお聞きの皆さん、こんにちは。時刻は午後5時を回りました。79.7MHz FM ギノワンよりサザンブリーズをお届けしてまいります。こちらですね、 FM ギノワンサテライトスタジオ、ということでして、トロピカルビーチの売店の方からお送りしておりますよ。はい、そうですね、今日はですね、ちょっと初めての企画で、珍しい楽器を使った曲というものをお届けしたいと思っております。はい。まあ、この後ですね、6時までちょっと企画を続けてまいりますので、ぜひぜひ皆さん1時間ほどお付き合いください。この放送はですね、メールアドレス、メッセージの方もたくさんお受けしてますので、ぜひぜひメッセージもいただきたいと思います。メールの方が 797@fmginowan.com、もう一度 797@fmginowan.com、FM ギノワンでは、電波の他にもツイートキャスティング、ツイキャスですね、あとユーストリームの方でも放送しております。あとサイマル放送でもお楽しみいただけますので、パソコンの方でお聞きの方は FM ギノワンのホームページからリスンラジオで再生をクリック。そうすると音楽の方もですね、聞けますので、今日は音楽特集ということですので、はい、お届けしてまいりますので、リスナー上の方もですね、ぜひ活用していきながら、ネットでご覧になられている皆さんはお聞きいただきたいと思っております。はい、今日のテーマなんですけど、珍しい楽器を使った曲ということでお届けしてまいります。私 DJ をやっているキャンがですね、はい、この方は実はこういうものを使っててすごいんですよとか、こういう楽器ってなかなか珍しいですよねとかっていうので、お届けしたいと思っているんですけど、はい、ということで今日はちょっと1時間普段と違うようにお送りするので、ちょっと前半ですね、いつも一旦曲を言ってお天気交通情報を言っているんですが、今日ちょっと順番変えたいなと。まずは CM を先に消化してですね、はい、あと、告知の方も先に終わらせてしまって、後半ゆっくり音楽についてだけ語りたいと思っておりますので、皆さんぜひお楽しみにされてください。ここでシュプリームさんから早速コメントいただいております。キャン君こんにちは。東京は21度で肌寒いよ。昨日まで30度以上だったのに、ということで、そうですね、今関東の方すごい大雨ですよね。ということはやはりちょっと寒気と暖気がぶつかって、やはり雨が多く降ってですね、それで、ちょっと気温の差が激しいのかもしれません。皆さん気をつけてください。はい、ではお天気情報と交通情報もこの後参りますので、一度 CM の方を挟みましょうね。後半はですね、やはりゆっくり、音楽についてのトークしていきたいと思っておりますので、ネットでご覧の皆さん、ぜひ今日はですね、リスラジの方もご利用されてください。ということで、一度 CM に参りたいと思います。はい、ツイキャスをご覧の皆さん、どうもありがとうございます。今日は音楽特集をしたいと思ってますので、ぜひ音楽の方ですね、
聞けるあのツイキャス以外でもあのリスラジの方もアプリがありますので、そちらもぜひ活用されてみてください。ちょっと面白い特集になるようあのいろいろ考えてきて、ぜひよろしくお願いいたします。放送始まってからすぐさっきまで結構曇ってたんですけど、日差しが強くなってまいりましたね。今日はサングラスかけないでできるかなと思ったんですけど、いや西日が入ってきましたね。いやもう今のうちちょっとサングラスに変えたいと思います。いつもツイキャスをご覧の皆さん、ちょっと今日はイメチェンでサングラスが違います。そうです、シュプリームさん、いつもとキャン君イメージが違うということで、このサングラスのイメージでですね、ぜひともあの逃走中のハンターに呼ばれないかなと、テレビ関係者の皆さん、ぜひあのハンターで呼んでください。僕はもともと 100m10 秒台で走りましたんでね、はい、10年くらい前ですけど、はい、時刻は午後5時、6分を回ったところでございます。ここからはですね、一度、道路交通情報と、お天気の方をお伝えしてからですね、はい、後半ゆっくり、音楽特集の方に参りたいと思っております。いやー、それにしても、今ですね、目の前、さっきまでちょっと曇ってたんですけど、日差しの方がちょっと入ってきてですね、結構、西日が強くなってきたんで、ちょっと、まあ、ツイキャスご覧の皆さんは分かると思うんですが、今サングラスをかけてます。はい、そしてですね、波の方結構立ってますね。割と風もあるようなので、ちょっとお天気情報の方から参っていきましょうね。ちょっと今日は気になりますね。はい、本日、31日、そうですよ、今日31日ということで、8月最後です。いよいよ明日から9月ですね。夏休みももう先週ぐらいで終わったんですかね、学生の皆さん。まあ、ところどころ結構変わるようですが、はい。まあ、これからは涼しくなるといいな、ということで。はい、では今日の天気から参りたいと思います。今日31日、北の風、晴れ、ところにより、夕方まで雷伴う。波の高さがですね、2メートルのうねりを伴うということで、やはりちょっとですね、荒れてるようですね、海の方は。少し波が高いようなので、ビーチで遊ばれてる皆さん、ちょっとご注意されてくださいね。はい。で、降水確率の方なんですけど、まあ、12時から18時に 10%。先ほどまで、そうですね、ちょっと雨雲らしきものも周り見えてたんでね。ただ、18時から24時は 10% となっております。日中の最高気温が33度。少し涼しくなったかなっていうか、でも沖縄は普段そんなに高くならないところなので、33で涼しくなったなっていうのもちょっとおかしいんですけどね。最近は34度とか35度とかありましたからね。いや、暑かったですよね。はい、で明日の方がですね、明日も晴れですよ。はい、綺麗な晴れです。で北の風、後にやや強く晴れ、波 2.5 メートル伴ううねりと、今台風が発生している影響でしょうね。小笠原諸島の方に行ってましたっけ。でも距離が離れててもやはり海はつながっているので、まあ、風もありますからね。離れてても、この高気圧と台風の間に入ると、まあ、気圧の谷ということで、ね、風が強くなったりするので、まあ、そういう時にやはり波も高くなったりとか天気も荒れやすくなったりしますので、皆さんご注意されてください。で明日の方は日中から、まあ、夜にかけて24時間降水確率 10% となっております。で朝の最低気温が28度、
最高気温が33度となっておりますので、明日も結構暑いようですよ。皆さん水分補給とかちゃんとされてくださいね。まあこの時期に遊ばれてる方はなかなかね、まあ、少なくなってるとは思いますが、それでもいろいろ皆さん予定立てていると思いますので、はい、外で遊ばれる皆さんはちゃんと熱中症の対策をまだ怠らずやってから楽しく遊んでください。はい、で本日平成29年の8月31日、気象庁の発表ですね。沖縄本島地方は31日夕方まで発達した積乱雲の下で、落雷や突風、急な強い雨に注意してくださいとのことです。はい、沖縄本島地方の沿岸の海域では9月1日未明からうねりを伴い、波が高くなる見込みですということで、もうすでにもう今普段よりもだいぶ高いですからね。はい、海で遊ばれている皆さんは本当に気をつけてください。ということで、次に、道路交通情報の方から参りたいと思います。道路交通情報、まずは沖縄自動車道高速道路の方ですね、まあ、割と規制の方があるんですかね。まず、お近く那覇の方、那覇西原インターチェンジ付近、間ですね、下り線、工事があって、片道規制中ですね。はい、一車線通行なんですかね。はい、ゆっくり走られてください。続きまして、沖縄自動車道の、石川から沖縄北にかけての、下りですね、インターチェンジ事故がありました。路肩規制が入っております。まあ、沖縄北インターチェンジ付近ですね。それに、まあ、長く石川にかけてちょっと渋滞っていうか、まあ、規制も入ってるようですね。はい、皆さん注意されてください。で、金から稲田の、下り車線、はい、こちらも、工事の規制が入っております。そして教団の方もですね、京田から宜野座も片道規制が入っておりますね。はい、割と今日は混み合うようなものが下りの方で見られますので、皆さんゆっくり下られる方は、はい、ゆっくり運転されてください。事故もあるようなのでね、皆さん気をつけて運転されてくださいね。はい、続きまして、じゃあ、一般道の方ちょっと見てまいりたいと思います。はい、宜野湾周辺の一般道ですね。はい、いつものように、ちょっと今日はグスクマよりは牧港付近ですね、牧港の58号線の方がちょっと混雑し、ちょっと詳細が出てこないな。まあ、マークで渋滞のマークついてますので、下り線ですね、58号線、はい、こちら渋滞が見られる模様です。大社の交差点から前原にかけての方、こちらもですね、渋滞のマークがついております。はい、でまた、伊佐の交差点ですね、はい、こちらの方、あ、また消えた、58号線、方向北行き、宜野座伊佐入り口ですね、あれ、工事があります。一車線規制になってますね。はい、なんかちょっとパソコンの調子が悪くてですね、表示がついたり消えたりしてますね。ちょっとパニックですけど、はい、あと宜野湾市、宜野湾早原線241号上り、こちらもですね、バス停浦添川の方で、鏡ヶ丘、学校前工事が入っておりますので、一車線規制があります。皆さん気をつけて運転されてください。はい、で国道335号線の、石平から付けランに向けてですね、こちらも一車線規制があります。架橋の、補修作業ですね。はい、結構僕が来る時も渋滞してましたので、皆さん気をつけてゆっくり運転されてください。はい、ということで、以上、道路交通情報とお天気情報でした。
では今後です、ちょっとツイキャスの方に戻って一回コメントを整理したいと思います。はい、シュプリームさん先ほどもありがとうございます。コンティニューコインもいただきました。はい、いつものキャン君とイメージが違うということで、はい、今日はサングラス、普段と違うサングラスを作っております。まあ、ちょっと、まあ、特別会というですね、ちょっと特別なサングラスをかけてまいりました。オークリーです、オークリー。はい、分かる人は分かると思います。はい、では続きまして、熊本バッテン龍神正也さん、キャン君こんにちは、サングラスが変わってるということで、あ、熊本バッテン龍神正也さんからも、はい、コインいただきました、ありがとうございます。はい、今日はですね、皆さん、音楽特集ということで、はい、1時間お楽しみいただけるようにちょっと企画してまいりましたので、ぜひともお聞きいただきたいと思います。であとですね、今道路交通情報と、お天気のお時間でしたが、そのままちょっと告知の方に参りたいと思いますね。でその後は CM を挟んで後半ゆっくり音楽特集に行きたいと思っております。ではまず、今週のですね、土曜日曜9月の2日3日まずサテライト沖縄の方の、劇の、まあ、公演の方ですね、はい、腰抜け男どもギリと人情は女が見せてやるということで、こちらの公演ですね、宜野湾のパーソナリティさんめちゃめちゃたくさん出てるんですよ。はい、沖縄小劇場アシビナーホールの方でですね、公演があるんですが、すごいですよ本当に。もう毎週見てる方とかはね、もう今宣伝が多いのでもうすぐご存知かもしれませんが、このサザンブリーズの、はい、担当されてます東さんとかもですね、メインで、動かれて、はい、今週も宣伝をいっぱいですね、皆さん出られる皆さんもされてますし、僕自身もですねちょっと見に行きたいなと思ってるので、場所はですね、沖縄市の、市民劇場、アシビナーというところで、元っていうか、まあ、コリンザですね。はい。パーカーベニューの突き当たりの方にあります。コリンザの方で、公演がありますので、で、お時間の方が、土曜日が、会場18時30分、開演が19時。そして、3日の方が2部公演となっておりまして、お昼、12時半会場の、開演13時、そして夕方の方が、会場16時半の開演17時となっております。はい、皆さんぜひこちらの方もですね、はい、チェックされて、ぜひ楽しんでいただきたいなと思っております。シュプリームさんからコメント来ておりますね。コメント読み上げの時のキャン君、なぜか女子力高めの声、女子力高めの声に選曲にひとみゆうこちゃん、そしてアズマックスが出るから見たいなと。 ありがとうございます。え、僕女子力高めですか？なんかこう、でも確かにちょっと間違えられたりとかする時があるんですよ実は。まあ、でも声はそこまでだと思うんですけど、結構体が細いせいか後ろ姿とかでバーとかでよく、あ、女の子入ってきたと思ったら男だねって言われたりとか、それも男性に間違えられるとかではなくて女性から間違えられたこともあって、なぜかタンクトップつけてるはずなのに女の子と間違えられたこともあります。はい、まあ、どうでもいい、30のおっさんが女の子に間違えられたなんてどうでもいい情報なんですけどね。はい、シュプリームさんありがとうございます。その他ですね、またこちらの宜野湾の、トロピカルビーチの方ですね、まあ、いつも、まあ、この水に親しむための基礎的な知識を学ぼうということでプログラムの紹介をしていますが、こちらですね9月も開催予定となっております。はい、9月の10日日曜日と23日土曜日、はい、でお時間はいつもですね午前10時と午後14時の2回ですねやっております。1時間半程度こちらのスタッフさんが丁寧に海の遊び方を教えていただきますので、ぜひですね学生の皆さんこうやってこういう機会にですね学ばれて海でですね楽しく安全に遊ぶということを覚えていただきたいと思います。で4時から、高校生までは親同伴で、
参加料は無料となっておりますので、ぜひ皆さん、ここトロピカルビーチの、この海で遊ぶプログラム、参加されていただきたいと思います。はい、ということで、皆さんだいぶね、まあ、いつもとはちょっと違う流れで今日はお届けしておりますが、はい、後半ですね、いよいよ僕のお届けする、月一のですね、まあ、音楽コーナーといきましょうか。はい、今日はですね、珍しい楽器を使った曲ということで紹介してまいりたいと思いますので、皆さん楽しみにされてください。では一度 CM の方を挟んで、後半の方またお届けしてまいりますので、皆さんぜひよろしくお願いいたします。この後引き続きサザンブリーズご覧ください。はい、ツイキャスの皆さんもありがとうございます。今日は割と観覧の方がだいぶ増えていて、早いペースで30人とすごい嬉しい反響をいただいておりますね。ありがとうございます。今日は本当に1時間の、スペシャルをお届けしてまいりますので、ぜひ最後までお付き合いいただけたらと思います。すいません、まだちょっと滑舌が、はい、ちょっとトーンを上げて話しようって思ってるんですけどね、なかなかこのマイクに乗せるって難しくて、はい、まだまだ、今日も多分暗いって言われるんでしょうけど、はい、頑張って、あ、観覧ではなく閲覧ですと、はい、すいません、ちょっと僕言葉も足りないんでね、はい、これからどんどん勉強していきたいなと思ってますんで、皆さんからこうやってどんどん教えていただければと思っております。まなみんさん、こんにちはということで、ありがとうございます。こんにちは。ちょっと後半の、音楽をお届けしていきたいと思いますので、皆さんこの後もですね、ぜひそのまま続けてサザンブリーズをご覧いただけたらと思います。今ツイキャスからご覧の皆さんもですね、リスラジの方とかを利用されて、ぜひ今日は音楽特集なので、本放送と同じく音楽も楽しんでいただきながら、またコメントもいただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、時刻は17時22分を回ったところでございます。FM ギノワよりサザンブリーズをお届けしています。こちらの番組はですね、サテライトスタジオトロピカルビーチよりいつも放送しております。はい、今日は木曜日担当、私キャンがお届けしておりますが、今日はですね、初めての特別企画ということで、私 DJ をしてますキャンが、まあ、こんな珍しい楽器を使ってますよ実はっていう曲をいくつかね、ピックアップしてきたので、それを説明しながらちょっとお聞きいただこうかなと思っております。はい、まず1曲目の方はですね、はい、まあ皆さん絶対ご存知であろう、いや知らない人はまあいないだろうという曲を用意してます。この曲なんですけど、多分知らない人はいないと思うんですけど、このバージョンで聞いたことある人は少ないと思うので、ぜひちょっとね、聞いてから、まあ、説明の方に参りたいと思います。ただ、聞いて、珍しい楽器っては思うかもしれないですけど、まずちょっと一旦聞いていただきましょうかね。はい。はい、準備が整いましたので、そろそろ曲の方に行きましょうか。PPAP、小坂大魔王。ダンスミュージック、リミックスでございます。ちょっとすいません、失敗ですね、こっちですね、はい、失礼しました。
ツイキャスをご覧の皆さん、今放送の方ではですね、PPAP の、 あの特別バージョンが流れております。PPAP のこの曲に使われている楽器がですね、まあ、楽器といいますか、まあ、機械なんですけど、すごい珍しいものを使ってるんですよ。なので実はあの DJ 業界に激震が走ったって言われてるんですね。はい、それをちょっとね、本放送に載ったら、まあ、ご説明してまいりたいと思っておりますので、皆さんぜひリスラジの方とかでもね、ちょっと聞いてみて、まあ、音楽の方もチェックされていただきたいと思っております。ちなみにこちらの曲は今リミックスバージョンを流しているんですけど、このリミックスバージョンは YouTube とかでもご覧いただけますので、ね、はい、ぜひ、検索して、まあ、後ほど楽しんでいただいてもいいと思います。割とかっこいい、はい、イントロがイエス高須っぽかった、シュプリームさんありがとうございます。そうなんですよ。で小坂さん結構音楽の作り方うまくてですね、結構このダンスミュージックのこのちゃんと要所を押さえているので、すごくリミックスとかにしたらかっこいいんですよね。なので割と公演とかで、僕スケートしてるんですけど、スケートするときに、ま、この曲流したりとかすると小学生めちゃめちゃ集まってきて、ね、もう一回流して、もう一回流してっていうぐらい結構ま、中毒性のある曲にはなっていると思います。はい、ちょっとカンニングしましょうね。あ、しまった。そっか、あ、全然見えない。はい、お届けした曲は、ピコ太郎で PPAP、リミックスバージョンでございました。はい、こちらの曲はですね、実は珍しい楽器、まあ、楽器といいますかシンセサイザーですね、はい、ローランドっていうメーカーのですね、リズムマシンで有名な TR808 という方の、機械があるんですよ。でその機械の音がすごくいいということで人気はあるんですけど、だいぶ古い機材でしてね、結構もう持ってる方も少なく、海外でもこれが欲しいがために日本に来て買いに来るっていう DJ さんがいたりするぐらい名機なんですよ。でそれのカウベルの音を入れてるっていうことで、実は聞いたら結構 DJ さんが分かる人はもう、あ、これって808だよね、まあ、通称808って言われてるんですね、808なんで、はい、その808のこのカウベルの音、結構このポンポンっていう音がすごい特殊で、低音も聞いてすごいフロアを沸かせられるぐらいのすごいいい音が出るということで、まあ、DJ さんにすごい愛用されてる機材となっております。だから結構ですね、まあ、ピコ太郎さんは奇抜な格好、そしてこの面白いなんか曲調といいますか、このちょっとね、コミカルな感じが、まあ、たまたまジャスティン・ビーバーさんの、はい、目に留まって、まあ、売れたっていうのもありますけど、まあ、それが結局こう裏打ちされるぐらい後ろにですね、しっかりした土台があるので、まあ、それがチャンスをちゃんと掴んだきっかけなのかなと、我ながら勝手に解釈しております。実はその前に一度ですね、世界ですごい人気出た韓国のPSY って書いてサイさん、あの方もダンスの確か世界大会とかに出るぐらいのすごいダンサーさんですね。で、なおかつただこのコミカル路線でちゃんと乗せていこうっていうこのものに変えてから、割とこのなんかすごい世界でブレイクして、まああれに関してはいろんな意見ありますけど、でもすごく曲も今のこの時代に合ってるようなすごい素晴らしい曲作りされてますし、ダンスのテクニックもすごい高いですし、あれ踊るの結構大変だって、まあ、心筋梗塞で亡くなっちゃったっていう人が、真似して亡くなっちゃったっていう人がいるぐらい結構激しいダンスをされているので、やはりちゃんとこの下地がしっかりしている方っていうのはやはり世界に通用していくっていうような、
ね、そういう土台を作ったのがあの方なのかなっていう印象はすごくありますね。はい、いかがでしたでしょうか。PPAP のリミックスバージョン、意外とですねこういう珍しいもの使ってたんですよ実は。はい、で時刻の方がですね今29分ですね。はい、17時29分30秒、あと25分ぐらいたっぷり使いながらですね、今後あの後半の方もですねちょっと曲をお届けしてまいりたいと思っておりますよ。はい、じゃあちょっとね次の曲の準備に入りましょうかね。ちなみにこの、PPAP に関してですね、このさっきタカスクリニックって出てきましたけど、やはりあの小坂さんはあの結構この曲作りに対しての姿勢っていうか、あのすごくあのまあ、すぐ依頼を受けてああいうふうに作れるぐらいのやはり実力がありますので、まあ、僕もですねやはりちゃんと勉強して、まあ、そういう曲作りができるように頑張りたいなとすごく手本にしている DJ さんの一人でありますね。他にもですね深川亮さんとか芸人さんで、DJ 活動もされてる方って結構いるんですけど、だから僕が初めてクラブ行ったのは陸上の遠征で京都に行った時、京都のクラブで回したのがその深川亮さん、まあ、DJ ネームロケットマンということでやってますけどね、ちょうどアルバムをですね僕はレンタルで借りて、ウォークマンに入れてです、ね、聞いてた時期に本人が DJ やっているクラブで踊れるっていうすごい奇跡が起こったんですけどね、これがきっかけでやっぱりこの DJ っていうのをすごい憧れて、あかっこいいなやってみたいなって思ったっていうのが、まあ、過去にあったんですよ。ちょっとなんか今ですねどうしようこれちょ目の前でこちらの、トロピカルビーチのスタッフさんがですねすごいシャボン玉を今飛ばされてて見えるかな、今水着の方いないんでちょっと向けちゃおうかな。スタッフさん結構ね、今僕特集の途中なんですけどね、ちょっとこれがすごい今この目の前の方にも飛んでくるぐらい、はい、シャボン玉が今、ね、奥の方でされてます。ほらみんなキャハキャハとねはしゃいでますね。僕も輪に入りたいですけど今放送中なんでね。はい、じゃあ戻して、京都のクラブもしかしてワールドということでシュプリームさんから、メッセージいただきましたが、すみません僕はお店の名前まで覚えておりません。本当に初めてだったんで、まあ、遠征でのですねこの二次会といいますか、居酒屋で飲んだ後に、まあ、同級生がその時クラブにハマってて、この辺にどっかいいクラブありませんかってことでその辺のサラリーマンの人に沖縄から来たんですけど何かありませんかって声かけて紹介してもらった場所なので、よーく場所も覚えてないんですね。はい、すみません。ただでもすごいいいところでした。なんか地下に入っていくところだったのかな。はい、続きまして龍神雅也さんから、雅也さんから、確かキャン君小さくて黄色い、いろんな音が出るやつ持ってましたよね。あ、そうなんですよ。実はですね今も持ってるんですけど、カオシレーターっていうね、演奏ができる機械がありまして、それもシンセサイザーということで、まあ、結構珍しいって言いますか、割と持ってる方少ないんですけど、簡単に本当にパターンが作れて、しかも今のパート2はスピーカー内蔵なんで、その場でリズムを作ってですね、今流行りのラッパーのサイファーって言いますか、自分でアレンジしたのそのままこっちでスピーカーで流して、でそのままラップをしていけるぐらいの機材を持ってはいます。はい、セアさんよく覚えてますね。ちなみに僕夜担当してミキサー入ってますけど、水曜日担当のデコボコトラベリング FEC の芸人さんのデコボコトラベリングの、まあ、幽霊話のコーナーですね、怖い話のコーナーの時に使っている BGM はそれで僕が作った曲を流しております。
なのでツイキャスとかにもですね音を載せてますね。はい、でシュプリームさんから、今はバタフライとか人気クラブがあるけど、ワールドは新生だからね、てか地下ならワールドだ、京都に住んでる時はよく行ったな。あ、そうなんですね。その時本当に時間が早かったせいで、僕たち一番乗りに近いぐらい本当に人がいなかったんですよ。ただお酒飲んでてすごい盛り上がってたんで、もう DJ さんたちですっごい申し訳ないんですけど、勝手に音楽に全然合わせないで指笛吹いてカチャ足して踊ってたら、すんごいそこから盛り上がって、なんかその日のクラブはなんか自分たち陸上部のメンバーはなんか、わあ沖縄から来た面白いやつらがいるぜみたいな感じで、すごいなんか祭り上げられて、すごい楽しい思い出があります。はい、ワールドっていうんですね、すごい確かにいいクラブでした。はい、シュプリームさん、リョート君の声ギャーがそんなにすごい機材で作られてるわとはと、実はですね、またリョート君の声のギャーは別の、機械に一回通して収録してるんですよ。なので BGM 専用の機械とで、それをまた録音してるところにつなげてですね、実は流してそっからまた曲を、曲に乗せながらギャーとかの声を入れるっていう、ちょっとね、機材を 2、3個ぐらい使うような形でいつもやっております。はい、ということでちょっとこれで喋るとですね、残りの曲が、はい、流す時間がなくなっちゃいそうなので、そうですね、本気曲の方に戻っていきたいと思います。今日は珍しい楽器を使った曲ということで、次はですね、ある DJ さん、マデオンという DJ さんの、曲を、お届けしたいと思います。よいしょ。はい。ちょっと一応曲を聴いてから、説明に入りましょうかね。ということで、まずはマデオンのフィナーレという曲を皆さんお聴きください。では、どうぞ。はい、今本放送の方ではマデオンのフィナーレという曲が流れております。こちらもですね、 DJ の機材で珍しいっていうか、皆さん多分馴染みのない機械を使ってると、 DJ って言ったら普通スクラッチとかでこうキュ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 ってやってるイメージですよね。そういう機材でない今 DJ さんが結構海外では人気なんです。それをちょっと紹介したくて、この曲を間に挟みました。そして龍神バッテンマサヤさんが先ほど言っていただいた、カオシレーターですね。カオシレーターはこちらの機材になります。これですね、はい、これにも一応実はマイクとか内蔵されて声も収録できるんですけど、録音するポイントが2つしかないので、なかなかね、これでギャーとかって入れるのが難しいので、ちょっと別の機械としてデコボコの時には対応してますね。で、今試しにつけて曲の間ツイキャスがあれなので、多分音が聞こえるかな、スピーカーなので。っていう形で音が鳴らせる機械になってます。懐かしいっていうか、ありがとうございます。これ本当にすごい楽しいんですよ。ドラムのパターンとかっていうのを勝手にやってくれるので、指でなぞるだけで、っていうこうね、ちょっとパフォーマンスがすぐできちゃうような機会になってます。シュプリームさん欲しいということで、今なら Amazon で多分1万しないぐらいで売ってると思う。8000前後ぐらいじゃないですかね。はい、
割と元々は2万ぐらいする機材なんですけど、DJ の機械ってすぐ安くなるので、まあ、型が落ちていくとどんどん安く購入できます。ではちょっと曲が間もなく上がりますので、ちょっと準備しましょうね。よいしょ。そして液晶画面が見づらい。はい、お届けした曲はですね、マデオンで、フィナーレという曲でした。西日が強くて全然液晶画面が見えなくてですね、今ちょっと困惑してるんですけど、はい、今なんでこの曲を紹介したかというと、このマデオンという DJ さんはですね、かなり若い DJ さんで、この方が登場したことによってDJ 業界変わったんですよ。なぜかというと、まあ、ちょっと似たような機材を今日は持ってきたんですが、 DJ の機材の中にこのパッド式、こういうパッド、反射が強くて見えづらいな、ちょっとね、斜めにした方がいい、横にした方がいいですか。このボタンがですね、いっぱいついているタイプの、あ、ちょっと今この角度見えるから、はい、こうですね、ボタンがいっぱいついているタイプの機械っていうの、これ僕が持ってるやつで、パッド式なんですけど、これはボタンが少ないです。こういうタイプのものっていうのは昔ですね、ドラムの音を入れたりとかして、ポンポンポンって押しながらドラム操作ができるよっていう、まあ、その場でアレンジして入れられますよっていう機械なんですけど、パッドコントローラーといいます。だから非常に扱いが難しくて、自分で音を入れたりとかセッティングしたりとかすごく使わないといけない機材なので、割とパソコンとか強い人がしか使えなかったんですね。ただ今これのですね、究極版といいますか、ランチパッドっていう機材がありまして、正方形の中に何十個っていうボタンがですね、こういう白いボタンがバーって並んでて、それをピアノみたいに指先でポンポンポンって打っていって、DJ プレイをするっていうことをですね、開発っていうか、それを流行らしたのがこのマデオンなんです。普通の人は音を、まあ、一音一音入れて、それをピアノみたいに弾いて音を作っていくやるんですけど、彼がすごかったのは、 YouTube ですごい再生された曲がですね、いろんな今までの有名な曲のワンフレーズとか一言を切り取って、それを全部この一音一音に当てはめてですね、それで音楽を指でこうやってなぞって作っていくっていう、そういう動画を YouTube に載せまして、でこれがすごい大反響だったんですね。でそれで、まあ、この DJ の業界が変わるぐらい、もうこういう機材が今どんどん出てきてるんですよ。で海外ではこういったパフォーマンスがすごい主流に なってきて、こういうスクラッチとかの DJ もすごいかっこいいんですけど、こうやってボタンを押して、でこうやって本当にその場で演奏してるかのような操作する DJ さんっていうのもかっこいいよねっていう、そういう一時代を作った方です。はい、で今の曲のあれもですね、だからちょっとなんかつなぎとかが他の方ともちょっと違ってて、パソコンで完全に打ち込んで作った音楽とも違って、ちょっと演奏感が入っているっていうような、すごい珍しい DJ さんなんですね。ということで、ちょっと紹介させていただきました。はい、でじゃあちょっと時間もですね、もう43分回ってまいりましたので、ちょっとここですぐ次の曲に行きたいと思いますね。はい、次は DJ 続きではあるんですが、ここでちょっと一つ紹介したいバンドが自分にはあって、はい、じゃあこちらをまずお聴きいただきましょう。ガリでオーバーザサンライズ。はい、ツイキャスをご覧の皆さん、どうもありがとうございます。今ですね、本放送の方ではガリというバンドの、エレクトリックバンドですね、
シンセサイザーとか使うようなエレクトロのロックバンドの、こう曲を流してるんですけど、この曲はちょっと僕がですね、学生時代ちょうど卒業論文書いてる時に見つけたんで、あれは大学4年生ですね。部屋にこもって、まあ、MTV を音消して流しながら卒業論文を深夜書いてたら、すごいなんかロックバンドでガンガンにやってるな、でも電飾いっぱいつけてかっこいいなってバンドが出てきたんで、音をつけてみるとなんかすごい爽やかで、しかもエレクトロで、なんだこのバンドはって思ったんで、すごく印象に残っている曲ですね。正直今の時代の方が合っているという音作り、まあ、日本はですね、この EDM ブームの前に何があったかっていうと、このロックブームが日本ではあったんですけど、ロックブームの時にじゃあいろんなバンドがありすぎて、じゃあどういう風に差別化するかってことで、エレクトロに走ってるバンド結構多かったんですね。で、世界的にそういうバンド活躍されてて、このガリもそうですし、ガリは結構ヨーロッパ、ドイツとかあの辺で活躍して、まあ、日本ではあまり馴染みないですけど、だからヨーロッパの方にこう割とフェスで行ったりとかしているようなグループです。それと同じくして、まあビッグネームで言えばブンブンサテライツというバンドがありました。ありましたっていうのは去年ですね、活動停止。実はボーカルの川島さんがまあ脳腫瘍をずっとバンド始めた頃から患ってて、で、まあ、4回5回ぐらい繰り返しですね、手術を何回かやったんですけど、とうとうもうちょっと活動できない状態ということで、去年活動停止をして、そうですね、去年のうちにちょっと亡くなられて、もう最後のアルバムを出してっていうことだったんですけど、もう本当にブンブンサテライツって多分知らないよっていう人もいっぱいいると思うんですけど、曲自体は絶対聞いたことあると思います。 CM に使われてたり、映画に使われてたり、テレビ番組の BGM に使われてたり、割とかっこいい音作りなんで、いろんなそういう場所で使われてて、だからそういう日本のとんがったバンドっていうのは意外と認知はされてなくて、ただ世界ですごい活躍しているよっていう人はいっぱいいるんですよね。だからそういった面で、まあ、DJ にもつながっていくんですけど、まあ、エレクトロっていうのは日本が結構もともと発祥というか、まあ、YMO ってイエローマジックオーケストラとかですね、まあ、遡れば本当に古いところからやってるので、まあ、そういった、まあ、皆さん、日本っていうのは本当にこういうエレクトロの、音楽の先進国なので、はい、今海外で流行っている EDM ブームって言いますけど、まあ、海外のこの EDM ブームを作っていったのはやはり日本のこういうアーティストさんたちがちゃんと確立していったから、実はこういう流れがあるんですよっていうことをちょっとお伝えしたかったです。はい。ということで本放送の方に戻りたいと思います。はい。お届けした曲はガリで、オーバーダサンライズでした。この曲はですね、今ツイキャスの方でもちょっと言ったんですけど、僕が、大学生の時に、この卒業論文書いてる時にテレビを流してて、テレビの方で流れてた曲なんですけど、音消してなんですね。でもすごい綺麗なプロモーションビデオで、電飾ピカピカで、なんだこのバンドはと思って音を上げてみると、すごい爽やかでいい曲っていう、はい、でなおかつエレクトロ、当時エレクトロを使うようなバンドってそんな多くはなかったんですね。今がもうサカナクションとかがすごい人気ですけど、なかなかいないっていう、そういう時代にやっぱりこういうとんがった日本のバンド、まあ、世界に飛び出して活躍したバンドっていうのは結構いたんだっていう、ちょっと紹介したくて挟みました。はい。お時間の方が17時48分30秒近くと、はい、残りですね、8分弱。実はですね、紹介した曲まだまだあるんですけど、ちょっとどうしようかな、あと1曲、じゃああと1曲2曲
2曲いきましょう。はい、まずはじゃあ、こちらを紹介します。次はですね、ペンタトニックスで、Perfume メドレーをお聴きください。はい、ツイキャスをご覧の皆さん、ありがとうございます。ペンタトニックスはご存知の通り、ハモリのグループです。楽器は一切使っていません。という意味では彼らの場合は喉が楽器です。なぜかというと、まあ、この曲 Perfume もそうなんですけど、この楽器を使わずにエレクトロの音楽を再現するというこの再現力、これすごいなって思うんですよね。本当にだから喉が楽器なんだって思ったのは、このグループが出た時にすごい衝撃を受けたということで、まあちょっと、まあ今日は珍しい楽器特集ですけど、これをちょっとどうしても入れたかった。はい。ということで。ここでちょっとメール来てますかね。あ、違うや。メッセージではないですね。はい。ちょっと次の曲の準備をしたいと思います。はい、お届けした曲は、ペンタトニックスで、Perfume メドレーでした。この曲はですね、実は、楽器を一切使わないで、口だけで演奏してる曲ですが、彼らの場合、エレクトロをそのまま、ハモリで表現してしまうということで、喉が楽器ということで、はい、ちょっと紹介に入れました。ちょっと次がですね、まあ、僕をイメージすると僕 DJ なんですごいチャラチャラしてるんで、この曲流すと皆さんびっくりすると思うんですけど、今日は実はですね、この曲を流したいがためにこの特集をしたというような曲を準備しました。ですね、これだったらこのぐらいがいいのかな。はい、ということで今ちょっと BG でかけながらですね、はい、ちょっとトークしていきたいと思うんですけど、流れてる、聞こえてる、聞こえてる、音ちっちゃい。はい、ということで今ちょっと BG でですね、かけてるんですけど、はい、チャイコフスキーの祝典序曲、1812年という楽曲です。はい、クラシックでございます。実は僕結構クラシック音楽大好きで、はい。チャイコフスキーといえば、一番好きなのは本当はくるみ割り人形が好きなんですよ。で、このくるみ割り人形っていうのは、まあ、昔パナソニックの、テレビの CM に使われてたりとかで、このトランペットの音がね、印象的で、このパッパララッパ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 ーっていうのが、この、水戸黄門見てるときに、すっごい気になって、もう本当に大好きだったんですけどね。ただこの曲っていうのはチャイコフスキー祝典序曲1812年、ナポレオンのロシア遠征の時のお話をイメージして作られた曲なんですが、実は楽器として大砲が入ってくるっていう珍しい曲なんですね。どういうことやって皆さん思うかもしれないんですけど、バスドラムってすごい大きいドラムがありますよね。あれの代わりに大砲使いましょうっていう曲なんですよ。
なので後半すっごいこのパーパーの時にドーンとかなるのは、あれ実は大砲撃ってるんです。会場の外とかに大砲設置してタイミング合わせてバーンって放ってるんで、これがすごい印象的で、で、日本ではですね、まあ、陸上自衛隊にこの演奏部隊があるんですけど、そちらが、結構有名で、まあ、何かこのショーがあるときに、この大砲をちゃんと用意して空砲で披露するっていう、すごい変わった曲です。で、皆さん見た方は印象深いと思いますが、ドダメカンタービレの劇場版ですね。ヨーロッパで、撮影されたやつなんですけど、向こうでも、その劇場版のドダメカンタービレでもこの曲が入ってくるんですけど、その時も確か大砲を撃ってると思います。その大砲を撃ってるシーンっていうのは別に映画の演出とかではなく、本当にこういう演奏されるんですよ。ということでちょっとこれを紹介したくてですね、はい。最後1分の間に大砲の音が聞けるかギリちょっとギリギリですねあでもいけそうですね、はい、ということで最後はチャイコフスキーの、はい、1812年でした。30秒ぐらいしかないのでちょっと音上げましょうね。この音も引き続き FM 技能は面白い番組いっぱいありますのでお楽しみください。では木曜日担当キャンでした。ありがとうございます。キャンワールド素敵でした。ていうか心霊ネタと DJ ネタしゃべらせたピカイチですね。お疲れ様でした。また23時にありがとうございます。シュプリームさんも熊本バッテン DJ マサヤさんもありがとうございます。今日は本当にこの曲を紹介したいがためにこの特集にしましたということで、また企画を考えますのでまた来月もよろしくお願いいたします。では以上、おきゅうび担当キャンでした。皆さんありがとうございます。